い、どうもザンヌダルクです。というわけで今回はコールオブデューティーワールドウォー2の方に大型アップデートが来ております。でこちら夏の大イベントが来ております。まあ夏休みですからね、こういったイベントがあるって形で今司令部の方でもかなり盛り上がっているんですけども、なんかちょっと履き違えてるところがあって、鯉のぼりちょっとちゃうないね。まあ、向こうだったらあるかもしんないけど、日本だったら5月だよね。子供の日に鯉のぼりをあげるんだけども、こっちではなんか鯉のぼりが上がっているということで、若干なんかムムムっていうところはあるんですけども、こういった形で、はい、司令部の方がこう、ナウい感じというか、ヤングな形で盛り上がっております。補給将校のおっさんも、はい、ちょっとなんか、ヤングな感じの、なんかサザンオールスターズとかで来そうな感じの、衣装を着ておりまして、非常にね、ワールドウォー2盛り上がっております。で、今回いろいろとアップデートがね、ありまして、まずこの司令部が変化したっていうのと、新武器が3種類追加されました。まず一つ目、アサルトライフルがこちらの自動ライフルですね。はい。で、もう感づいてる方が大半だと思いますが、こちら BF1 でも登場したフェドロフ M1916。こちらが今回アサルトライフルとして追加されました。かなり胸厚ですね。もう BF1 の頃にはね、だいぶお世話になった方が多いんじゃないかなと。言うぐらいね、結構、第一次世界大戦では、強力なアサルトライフルなんですけども、果たしてこちら第二次世界大戦ではどういった形で、リメイクされてるんでしょうか。とりあえずこちらが、今回追加されました。そしてお次、サブマシンガンの方に、こちら。こちらの名前はリベイルースっていう名前なんですけども、正式名称がおそらく、勝者、リベイロース1918サブマシンガンっていう名前の、銃です。マガジンの方はね、非常に変わっておりまして、半月型のマガジンなんですよ。で、こいつもともと機関銃でね、BF1 で登場してたのかな。ということで、こちらも第一次世界大戦の馴染みのある銃ということで、まあ面白い武器が追加されました。そして、これが最後なんですけども、モシンナガン。はい。もうこれはもう説明いらないですね。スナイパーライフルで非常に、第一次世界大戦から第二次世界大戦まで幅広く使われた SR となっております。いいですね、今回。第一次世界大戦コンセプトの銃が大量に追加されたということで、これまたね、ちょっと解説しがいがある銃が追加されたんじゃないかなと思います。まあ特にフェドロフに関しては、前回の動画でも説明したように、まあ自動ライフル AR のね、歴史を作った銃ですので、またね、それに関しても、動画上げていこうかなと思います。ということで、早速当てていきたいんですけども、その前に補給将校の方で、なんかこの夏の思い出スタータービッグバンドルっていうのがあるんで、これちょっと買っていきましょうか。はい。だ課金がさ、なんかできないんだよね。ほら、できないよね。ちょっとなんか今バグがあるみたいで、課金がすんなりいかないっぽいんですよね。こういう時さ、多分別ゲー開けて、別ゲーから課金して、ワールドウォー2に連動させるっていうのが多分一番ベストだと思うんだけど。あ、コンテンツ見つかりませんって言った。コールオブデューティーじゃないとダメなのか。よし、やっと出たね。多分ここから購入できると思うんで、ちょっと買い方がめんどくさいんですけども、買えない方は直接ね、こっちの方から購入してみてください。よ、オッケー。さあ、ということで、夏の思い出、スタータービッグバンドル購入していきましょう。購入。で、こっちもお得だね。これも買っとこう。もう一気に買っとこう。一気に買っとこう。は、は、は、とりあえず1万円分課金させていただいたんで、サプライドロップ引いていきましょうか。とりあえず最初は夏の思い出。こちらから行きましょう。はい。レッツゴー!サマービーチ!ほっ!お、いいね!ほっ!来い!波乗り!降臨カードはいらないんだよね。今回結構いいエンブレムが追加されてるんで、そこいるあたりが欲しいんですけども、見て見てこれエビ!かぐやるな、未だに全部の動画見てます。とりあえずまあ今回追加された新武器の方をね、狙っていきたいんですけども、まあそんなすんなりとは出てこないよね。まあただレアドロップ90個あれば、一つぐらいポンってね、来てくれると思うんで、バンバン引いていきましょうか。来い、エピック。ほっ。ダイナモ感覚、ダイナモ感覚、ヨウ、ヨウ。ちょっとまあ我慢できなかったんで、こちらのリベイロールース先輩買ってしまいました。ということで、これ以外の新武器当てていきたいと思います。自動ライフルと、モシンナガン。ほっ。さあ、まずは1回目のレアドロップ。まあ持ってないから OK でしょう。多分ね、今回追加されたバリアントとかも全然ないんで、そこいるあたりしっかりとね、狙っていきたいんですけども。とりあえずまあ新武器を当てて、心を落ち着かせたいんですけども、フリーザー。かわいい。夏なのにちょっと氷をコンセプトとしたのが追加されているということで、スイカ迷彩ありがとうございます。さあ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 頑張って引いていくんですけども、何もないのはちょっと辛い。北広行く来い救世主持ってる。そして武器チャームかわいい。来いエピック2連チャン。さあ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 、とりあえずアサルトライフル来てほしいですね。うん。ネタ的にやはりアサルトライフルが来てほしいところではありますが、さあ来い。あー、迷彩いらないんですよね。そうじゃないんですよ。おい、真っ白血気やめろ。エピック2連チャン。アーミーバンジョー。まあ、今回ちょっと残念ながら近接の方が追加されてないんで動画の方が作れないんですけども、その分ね、ちょっとまあ第一次世界大戦っていうコンセプトのレアレアな感じが来てるんで、来い。レッドバーン通用した。シャオラ
これね、今一番欲しい銃なんですよ。あの、バリアントでね。まあ、私の動画見てくださってる方わかると思うんですけども、STG のレッドバロン1を、もうずっと発売当初から使い続けてるんですよ。やっと来てくれたよ。わー、長かったー。もうずっと使おう。もう次から STG はもうレッドバロン2だけで使いますよ。ということで、エピック2レンチャン、ファック。超欲の PPSH はダメでしょう。さあ来い。ヒロイック。ヒロイック。さあ次回作もね、あの BO4 もガチャガチャあるっていう情報が出てるんで、なかなか辛そうなんですけども。安直すぎんだろ、エンブレム。フリーザーからファイヤーってきたよ。次サンダーかな。さあ来い。エピック。ほっ。うわ、コウモリ気持ち悪い。芝だらけやん。なんかモンハンでこんなやついたぞ。さあさあ、お次。来い。夏の迷彩、ウォーター。ファイヤー、フリーザー、ウォーター。これサンダーあるね、絶対。五三家来るよ。さあ、エピック。来い。お、サンダー来た。待って。安直すぎんだろ、だから考えが。サンダーだ。面白いね、今回。ブルースカイ100式持ってんね。さあさあ、AR 自動ライフル。来い。来ないですね。ヒロイック。ヒロイック。ということで、ちょっとまあフェドロフの解説しようかなってことで、まあ今回 AR 追加されたフェドロフ M1916。まあこの銃、まあ銃の祖先と言ってもおかしくないぐらいすごい開発でして、まあ当時、まあ第一次世界大戦って、まあそんなにこう、なんて言うんだろう、自動小銃がなかったわけですよ。単発銃ばっかだったんですよ。ただ当時フェドロフっていうね、天才的な、まあ銃を作った人の天才っていうのはあれかもしれないんですけども、天才的なこう、設計製造をね、する人がいまして、その人がフェドロフって言うんですけども、あの、その人の開発があったおかげで、もういろんなね、あの、今皆さんが知ってる第二次世界大戦の元となったね、あの設計を考えたかもしれないっていうね、まあそれぐらいまあやっぱ当時はすごかったわけですよ。まあその人の元がこう起点となっていろんなね、あのアサルトライフが作られたっていうのがまあフェドロフ AR の元祖ですよ。フェドロフさん、シモノフさん、カラシニコフさんっていうね、当時向こうの方ではその三大的なっていうか、まあ受け継がれていったわけですよっていうのがあって、まあそこのつながりが非常に面白いんで、まあぜひとも皆さん、シモノフさんが、シモノフさんが大好きであればフェドロフ調べてください。ということで今回も BF1 の胸圧銃が追加されてるんでね、あの BF1 勢もかなり盛り上がってくるんじゃないかなってところですけども、まあ次回 BF5 がね、あんまり再生数が良くないんですよ。先行プレイの、まあ先行プレイしかり、あのベータの再生数ですね。なんかね、みんな BF5 YouTube で見ないんですよね。まあ少なからず、あのまあ気になってる方は多いと思うんですけども、なぜか皆さん見ない、バトルウォッチ。そうだから、もしかしたら BF5 こけるかもしれないんで、ちょっとまあ次回作怖いところではあるんですけども、まあ自分はしっかりとね、あの BF5 まあ最低でも1ヶ月程度は上げていこうかなと思いますので、まあ良ければ見てください。さあさあ、ということで、なかなかガチャ渋ってんね。なんか前の新武器というか、まあバリアントが出てくれてるんで、結構ありがたいっちゃありがたいんだけど、いやそうじゃないんですよ。今回の新武器が来てほしいんですよ、私は。フェドロフ来い。これまさかの購入パターンか。もう購入はいいんですよ、頼むから、頼むから。たまにはこうガチャからすんないと出てきてほしいところですね。 SR でもいいから頼む、頼む、マジで SR でもいいから頼む。エピック。はい。夏休みっていうのに渋ってますね、運営は本当に。キッズどうしてんだろうね。ね、課金1万とか普通できないじゃないですか。社会人だとかバイトとかしてない限りは。こんなんさ、出なかったらマジ発狂するよ。自分はさ、動画上げたら、まだまあまあ、元が返ってくるって言い方したらあれですけども、動画が作れるんで、まあ課金しててもそこまでこう胸は痛まないんだけども、他の人とかも多分溜まったもんじゃないでしょ、こんな。やっぱ課金って鬼だよな。自分もね、動画撮ってない時にたまに課金したりとかするんですよ。まあコッド以外なんですけども。まあその時って本当にもう胸苦しいですね。スティンカール。まあとりあえずスイカ迷彩出たんで OK なんですけども。新武器来てください。お願いします。エビック。それ、ヒロイク。よいしょ、ミッドナイト持ってる。もう動画にした。動画にした。サイト見にくいってことで動画にした。いらないんですよ。エビック。もうだから本当に服装ばっかいらないんですよ。第二次世界大戦の服装とか大半一緒じゃん。ほい。ヒロイク。持ってないからオッケーだけど、LMG 使わないんだよな。ヒロイク2連チャン、神引き来い。ヒロイク、きついな、ちょっと。まあ、ヒロイク来てくれてるから、まあ、まだまあ、マシだと思うんだけど、引き的には。新武器が来てくれないと意味がないんですよ、私。重複ばっかだな、マジで。エピック。フラグトップ。トグラクションもそんな使わないからな。来ても困るんだよな。いやー、君じゃないんだよな。エピック、頼む。君にかける。はい、エピックでもね、新武器来てくれるんで、そこも頼んでいきたいところなんですけども、頼まーい。エピック頼まーい。エピック、なるほど。エピック、エンパイア持ってる。2回目エピック、ほい。あー、こんだけエピック来て新武器来ないって異常だよね、マジで。ほい。ロクシー、グリースガン来た。エピック、ヒロイック。マジで
もう衣装ばっかいらないね。もう追加すんな、公式は。なんかスペシャリストとかだったらさ、まだこう見た目ガッて変わるからいいんだけど、このゲームの見た目ってどれも一緒のなんか服装やからね。もうコートかなんかちょっと半袖チックかのどっちかだから、マジでなんかもう違いを出してほしい。顔に変化をください。いやー渋ってんね上。あー全然ダメじゃん。もうマジで渋谷凛ちゃん頼む。おーい包帯、そうじゃない、マジで頼む。ほいエピック、ほい。渋りん、はあ渋りん、もうエピック、君に決めた。フロントラインよいしょ。プロレスラー柴田、ちょっとこっから単発で引いていきましょうか。いやお前課金してさ、課金してそれなくない、頼むよ。おいだから課金してそれはないって、マジでめっちゃリアリティな武道が来た。そんなところリアリティにするんだったらマジでゲーム性をリアリティにしろ。いやもう本当にね、1万課金してこれはない、サンダー。いやもう1万課金したらさ、新武器1個確定とかなんかないかな、ほんま最悪。まあ、ある意味さ、後で購入ができるっていうのも、確定じゃ確定なんだけど、それにしてもひどいね。まあ、とりあえず今回1万円分ね、しっかりと引いたということで、補給証拠の方で引いていきましょうか。とりあえず夏の思い出のこちらの、はい、これじゃない。こちらの勝者をね、事前に購入しておいたんで、まあ、大丈夫なんですけども、はい、こちらのターチャー買っていきましょう。よいしょ。そんなに悪い品じゃない。あー、これなんかちょっと買うのなんか負けた気がするから、あんまり好きじゃないんだけど、まあ背に腹は変えられないということで、もう新長購入ということで、本日またね、新武器の動画上げさせていただきますので、よければそちらで確認してください。新武器のね通知が届くように、ぜひとも皆さんチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、それではご視聴ありがとうございました。